の先にアニプレックススオンンラインフェ2023いやー、来ましたね。アニプレックスオンラインフェス2023ということで、えー、今年も開催が決定いたしました。で、前回の動画でね、まあ、鬼滅の刃の最新情報が解禁されるとしたら、まあ、9月のイベントということで、まあ、こちらのイベントを上げさせていただいたんですけども、いやー、今年もね、 なんと開催が決定いたしました。で、今年の開催日時がですね、なんと、まあ、2023年の9月の10日ということで、いや、ま、あだいぶ早い開催となりましたね。はい。いやー、ちょっとね、まあ、今年も開催ということで、ま、あかなりワクワクしているんですけども、ま、あそんな感じでね、まあ、内容に関しましてはこんな感じとなっております。 えー、参加作品20作品以上、えー、豪華出演者、えー、アーティストライブということで、えー、圧倒的なボリュームで、えー、新情報を発表と、まあ、なっておりますね。いやー、これはちょっともう鬼滅な刃。いや、最新情報来ちゃうんじゃないのと、まあ、いうことで、えー、参加作品見ていきたいなと思うんですが、まあ、こんな感じとなりました。いやー、まあ、だいぶね、 参加作品多くてね。いや、嬉しいんですけども、カかマギかなんかもありますね。はい、ということなんですが、あれ鬼滅の刃はどこですかと、まあ、いうことで、なんと、アニプレックスオンラインフェス、えー、今年鬼滅の刃のね、えー、参戦が現段階では決まっておりません。はい、ということで、いや、なんでですかね。 いや毎年このイベントには必ず鬼滅の刃というね、えー、作品の参戦があるし、なんなら目玉として毎年参戦しているんですが、いやーというか新情報に関係なく参戦がないというのはね、まあ、なぜなのか全くちょっとこう理由がわからないですよね。はい。 まあ、はい、ということで、まあ、その理由をですね、まあ、今回考えてきたんですが、まあ、まず理由その1ということで、全く同じ日に鬼滅テレビの開催が決定していると、いうことで、まあ、アニプレックスオンラインフェスでの新情報を発表する理由がないと、キャスト陣も鬼滅テレビの方に行ってしまっているため、このアニプレックスオンラインフェスに参戦できないと、いうことで、 まあそうですね。まあ鬼滅テレビの開催が決定しているので、まあこの新情報を発表する理由がないと。まあいうことで、まあこれはね、まあだいぶありそうな気はしますよね。うん。このまあアニプレックスオンラインフェスでわざわざ発表する理由がないと。まあいうことで、まあ全く同じ日っていうのはないとは思うんですが、 まあ、その、前後でね、えー、被ってるみたいな可能性っていうのはありそうですよね。まあ、はい、ということで、まあ、理由その2なんですが、まあ、アンドモアということで、まあ、一応参加作品が20作品以上なので、まあ、現段階で発表されていないだけで、まあ、追加作品で鬼滅の刃がさすがに来ると。まあ、毎年来ているので、まあ、これの可能性が高いと、いうふうになっておりますね。 いやー、さすがに去年もおととしもその前も来ていて、まあ、今年が鬼滅の刃の参戦ないっていうのはアニプレックスの目玉商品としてはなんかおかしな気がするので、まあ、アンドマーということで、まあ、そんな感じの理由がありそうですよね。うん、そんな感じで続いて理由その3なんですが、まあ、何らかの事情で、まあ、鬼滅の刃の参戦がないと、 まいうことで。うーん。まあ、なぜ今回、鬼滅がないのか、まあ、マジでよくわからないんですけども、まあ、去年もオーケストラでね、まあ、オープニングを務めていた、まあ、目玉作品がないということで、まあ、ひとまず何らかの事情で、まあ、鬼滅の刃の賛成がね、 まあ、できない理由っていうのが、まあ、あるんじゃないかなと思いますね。まあ、でも、刀舵をね、こないだやったばっかだし、イベントとかそういうのないから、 いや全然参戦してもいいと思うんですけど、まあ、なんでないんですかね。まあ、ひとまず、前向きな意見ですと、まあ、前後で最新情報の発表があったり、まあ、鬼滅独自のイベントとかぶっているのではないかなというふうに思いましたね。はい。 いや、今回本当にね、鬼滅の刃の参戦がないっていうのは、ちょっとマジでね、よくわからないんですよね、うん。最新情報の発表がなくても、まあ、参加作品として、まあ一応毎年来てはいたんですが、まあそれすらもないということで、 うーん、よくわからないですね。はい、ということで、まあ、今回はこんな感じで、まあ、ひとまずアニプレックスオンラインフェスの、まあ、開催が決定いたしました。あ、鬼滅の山の作品の参戦はあるんでしょうかあ、追加作品など、えー、まだ詳細は発表されるため、えー、続報が入り次第、えー、再び動画にしていきたいなというふうに思っております。はい、ということで、皆さんまた次回の動画でお会いしましょう 唉 <Bye. S 2>